やハロー、どうもこんばんは、アニメリアク職人ことマジアドギニハマーです。現在2023年の11月27日月曜日の午前2時25分になりました。はい、先ほどですね、君のことが大大大大大好きな、100人の彼女8話、そして今ですね、デコボコ魔女の、親子事情10話ですね、見置いて、どちらももう一回見ながら感想を話しかけましたんで、ここからはダークギャザリング21話ですね、Amazon プライムで見ていこうと思います。はい、なお、アニメ本編と、は流れませんのでご注意ください。また、わけのわからないためで広告入ってきますので、申し訳ないんですが、それを我慢しつつ、同情していただくか、もしくは普通に視聴いただいた後に、リアクションだけを確認いただくということでお願いします。はい、そして僕の本業は、大道芸人であり、パフォーマーです。世界唯一の技を持っております。そして、これも世界唯一かもしれない、ナイトスクープに4回依頼者で、月曜から夜更かし、目覚ましテレビ生放送。そして深田恭子さんと CM 共演まで果たしたという大道芸人パフォーマーでありアニメリアクターです。ただしアニメリアクターとしては多分投稿本数は日本一ですけども、低再生、再生されない率も日本一だと思ってます。それでもね、くじけずに頑張ってますんで、ぜひとも応援よろしくお願いします。では行きましょう。3、2、1、スタート。肉団子、肉団子、肉団子。前回よかったな。ちょっと手冷たいんで、これ今、ホットカフェオレ作ってきました。だいぶやばいね。一つ、二つ、その目に焼き付けて生きてゆこう。ね、前回のシャミナギコ、バラバラになってね、まあシャミナギコの体なんやろうけど、まあ体言うともだって、シャミナギコの体だもんね。ああ、冷えてきましたな、夜は。今回なんか卒業生できたっけな。あ、せやせや、ジャーコイランが確かジャーコイラン出てくるやんな今回。なんか肉団子が化け物みたいなのになったと思ったんだけどね。ちなみに先週ほんまにこの後ハンバーグ食いました。ああ、シャミの肉かこれ。ほんならゲー吐いた、そらそうやろな。ああ、なるほど、塗りつぶしたところが。もう書かれてるやろ、3人。あ、まだか。そうか、ここに書かれた終わりなんやね。うわ、厄介。
これは、そうやね、やっぱこの3人やね、書いてんの。スケッチブックどうやって奪うね。単純。おお。おお。なにこれ。わあ、なにこれ。冷静。騎士文字の指か。お。もう慶太郎ができつつのこれやったら、おお、やばい。おお、スライムや。おお、忘れてた。アンナのスライム。ここで役立った。やんなのスライム忘れてたね。何話やあれ。何これ。ああ、少年の家や、これ。母と知らない、あれやろ、おじさんが親父を解体してるとこか。ええー。陣営か。どうか。おお。おお。スライム最強ちゃうんか、これ。
英語か。お、落ちた。言いませんけど、黒い髪の毛みたいな、あれってどこで手に入れたんだっけな。おお。司会者。おお。なんだ、ピーピー。おあ、そっか。どつき倒せる。ああ、やっぱジャコーラやね、これ。なるほど。さあ、氷笠陽子さん出てくんで、氷笠陽子さん。白帝繚乱音切花魁っていうの？どういう？持ち主が老化する。もう。はあ、マジか。分析力がすごいね。これは。
いらん。ラバーダあんなんあったっけ？ちょっと覚えてないな。白帝。ああ、若返んねや。はあ。もう毛生えた。なこれ。疫病。うるせえ、前回もこれびっくりしたわ、これ。おお、でかなった。これも花魁の肉団子食ったらまた疫病になれちゃうの。無敵や。おう。あ、鏡？ああ、自分の姿を見させたんねや。あ、うるせえ、うるせえ、うるせえ。
心臓ってなんや。わ。特殊な任務よ。金本久子さんやんけ。これちょっと紅許せへんのこれ。おお、燃やすんか。油やね。これは共に。炎上楼閣。必殺技の説明がえぐい。お、ええ、この蝶々ついたぞ。ちょっともう一回キャスティングを見たい。気づいた。
宇宙人人形の霊、あれ大塚芳忠さんなんかい。で、少年で本間もんの12歳の男の子ですね。あれ少年の母親、島田愛菜さんって、なんか最近違うやつを見たな。はい、まあ、とりあえず前回のね、もちろん続きやったけれども、まずスケッチブックの塗りつぶされた部分が、バーンと消えて、で、肉団子になると。だから、シャミナギコに関しては、ここ塗りつぶされたからバラバラになったわけやね。で、その肉団子を食うて、パワーアップすると。攻撃&、パワーアップが同時にっていう、なかなかな厄介な、少年霊であると。いうことで、で、まあ、失礼。ね、無数の手も使ってきて、弥生ちゃんが引きずられの、さらには、慶太郎は抑え込まれ、水が来て、やべえのでね、溺死寸前かと。そんな中で、まあ、飛ばされた騎士文人の指かな、持っていったけれども、A コム塗られた。まさかここでスライムのね、あれ何話やったっけあんなやつ16話とかちゃかったっけか。スライムの実験者って確か16話ちゃかったっけな。物件の前やったかな。99F トンネル。あの、アンナの後やから、スライム、ああ、そうやね、16話やね。うん。あれがここでね、役立つと思わなかったな。忘れてた人多いでしょう、きっと。うん。ここでスラム役立つって、ほんまもうすごかったね。まあ、そして、なんかパワーアップしたけれども、そこでぶつけたのが、本名、長いな、これ。読めへん、これ。なんたら音切りオイラン。あ、音切りそうの音切りか。音音切りで。なんつったっけ、これ読めへんな。白、そう。ちょっとまあまあ、いや、もう後では。うん。まあ、オイラン出てきたけど、あの蝶は何触れると、老化をさせられて、その老化した分、オイランが回復するというか、あれみたいなもんね、ファイナルファンタジーの奴隷みたいなもんやね。MP 吸ってこっちにやるみたいな。ちょっとちゃうかもしれんけど。で、二つ目の呪いが、何だっけ？一つ目が蝶々やろ？二つ目が、あれ？二つ目なんて言ったっけ？ちょっと忘れ物だ。で、三つ目が鏡見せたけども、まあちょっとエグかったね。まあ、紅はまあ、うん。ああなって当たり前やけども。かわいそうやね。おとぎろおいら。何も悪いことしてんのに。伊藤さんもアホなんかな。うん、これ伊藤さんがまともやったらね、こんな悲惨なことにはなってなかったよね。おとぎりオイランは。で、最後はまあそのね、紅を燃やし尽くしたのと同じことってことね。すべてを燃やし尽くす。うん。なんていう技か忘れましたけれども。いや、えぐかった。もう、なんかもう、心が痛くなるような。話やな、ほんま。こういう話、自分まあまあ、メンタルにダメージくるやつなんで。いやー、氷笠さん、ええ演技するわ、ほんまに。こういう役、むちゃくちゃ似合うとるね。いやー、さあ、果たしてこのバトルのね、結末、次回、決着つくんかな、これ。もうね、物語も多分、あと3話で終わると思うんでね、どう決着つくんかね。3話か、まあ4話ね、長くても25話でしょ。はい、ということで、まあ、今回もなかなか良かったですね。今回自分の一番のビッグポイントはスライムでした。はい、以上、ダークギャザリング21話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。ここから1分で自己紹介します。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやっております。普段、やればできる諦めないようにされたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしてますが、現在、コロナの影響で約3年9ヶ月にわたって仕事が全くない状態、貯金と節約生活だけでなんとか生き延びてます。そんな自分の本業を知って、ぜひとも応援をしていただきたいということで、説明文に URL 載っけてます。よかったらチャンネル登録お願いします。はい、そして、深田恭子さんと出たこの CM の URL も貼ってます。見てみてください。アニメのリアクション、その他もろもろスタートして、今日で1341日目。長いですね。ただし、このチャンネルはもっと長い。2009年4月25日、パフォーマーのチャンネルとしてスタートしておりますが、残念ながらコロナで
一気に仕事がなくなって、アニメのリアクションいつの間にかスタートしてからの約1年5ヶ月分、2021年8月18日までの推定2000本以上のリアクションの動画を自ら手で削除させられるという地獄を味わってます。そんな悲劇を乗り越えですね、もう再生数もチャンネル登録も全く伸びず、マジでしんどい、やめたい、ずっと言ってますが、それでもね、やればできる、諦めない、これを伝えたくて一日も休まずリアクション活動を続けます。そう、もちろんこの自己紹介も誰が聞いてんねんと思ってるんですけどもね、言い続けていきたいと思ってますんで、これを聞いた方ぜひね、応援よろしくお願いします。以上、アニメリアクション人ことマジラジオゲニハマーでした。最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。それでは失礼します。